はい、皆さんこんにちは。マジセミの寺田です。マジテックのライブイベントを始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。マジテックというですね、バーチャル展示会をやってます。展示の方もですね、スマホや PC から見ることができるんです。スマホおすすめなんですけど、今週のですね、月曜日からやってまして、今日はですね、そこの、バーチャル展示会に付属するですね、ライブイベントということで、開催をさせていただきます。毎週金曜日のこの時間にですね、やってまして、今までですね、営業マーケティングだとか、テレワークとかですね、今日はセキュリティをテーマに、今日3回目ということでですね、マジセミのトップページに、今、バーチャル展示会の画面を出してるんですけど、おかげさまで100社以上ご出展いただいてですね、国内最大級のバーチャル展示会となってますが、こういった形でパソコンからも、ブラウザでもこう見れるんですが、ぜひアプリをですね、インストールしていただくと、こういうちょっとゲームっぽいですね、インターフェースで、こう、マップを回りながらですね、いろんな展示をこう見ることができますので、来週以降、簡単なゲームとかもちょっと仕掛けていこうとは思っているのでですね、ぜひ、ダウンロードしていただいてですね、ご参加いただければというふうに思います。ではですね、ちょっと早速、始めていきたいと思いますが、ファルコンシステムコンサルティング山下さん、ご準備よろしいですか？はい、お願いします。よろしくお願いします、ですね、早速今日、結構VPN は多くの方の関心があるところだと思うんですけど、今、使ってる方やっぱ多いとは思うんですよね。もともと昔からリモートでつなぐときには VPN 非常に一般的だったので、でもここに来てリスクが高いんじゃないかとか、いろいろ問題があるんじゃないかって言われてることが、多いような気もするんですけど、はい、どういうことなのかちょっと教えていただいていいですか？もともと VPN ユーザーってやっぱり多いと思うんですよ。ただ以前使っていた VPN ユーザーっていうのはあくまでも外出時とか、例えばエンジニアの方が一時的に使うような形で VPN を使っていたと思うんですね。で、今回その、コロナの関連で、全社テレワークとかなった時に、もともと使っていた VPN 機器がオーバースペックしてしまったとか、あるいは回線の問題で、うまく会社の方にアクセスできないとか、そういった問題が発生していると思います。なるほど。一つはじゃあその、待機というか、もともとその、限られた営業の人とか外出する人だけが使うって想定だったけど、全社員が使うのでパンクしちゃってるっていうところですかね。そうですね。はい。あと、セキュリティ的にも良くないみたいな話も。そうですね。特にやはり脆弱性の問題が出てきてるので、そういった新しい脆弱性が出たときに、システム運用者の方で即時対応できるとか、新しいパッチを適用するとか、そういったものに対して、やはり日々の運用管理、ちょっと急にやれって言われても、なかなか厳しいと思うんですね。はい。なおかつ、自宅からアクセスするときに、会社の持ち込みの PC であればまだいいと思うんですけど、例えば、子供が使ってる、パソコンと共有するとかとなると、やはりパソコンの方の問題、セキュリティ問題も出てくるので、その辺がちょっと改善されないと、ちょっと不安じゃないかなと思います。なるほど。ちょっと私の聞いたところだと、そういった、要は端末側の脆弱性とか難しいというのもあると思うんですけど、では VPN だと、なんていうんですか、一回つながっちゃう、多くの場合、社内のネットワークにこうアクセスし放題みたいな、構成になってるケースも多いみたいで、はい、それが良くないんじゃないかっていう話もありましたけど、やっぱそんな感じなんですかね。そうですね。で、もう一つのセキュリティ的な問題となると、今までどちらかというと、ログインするときに、ID パスワードだけで、ログインしていたと思うんですね。で、当然ながら、それが、全社が必要になったときに、やはり ID パスワードって、やはり昨今からその情報漏洩の問題が結構多いので、またさらに、セキュリティの問題が出てくると思います。で、そこで、例えば一時的なワンタイムパスワード認証とか、多要素認証とか、多段階認証ですね。そういったものが、今後は重要になってくるんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど。そうですよね。それはあれですか、その VPN に、アクセスするときに、もう多要素認証をやった方がいいよっていうことですか？そうですね。はい。
で、弊社のお客さんなんかも同じなんですけど、今までは例えば1万人規模でも、まあ、100名ぐらいしか使っていなかったのが、やはりこの3月ぐらいから、まあ、徐々にですね、テレワークが増えていって、で、さらに多様不燃症のユーザーも、まあ、どんどん増やしていったっていうのが実情です。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。多様性認証だと、いろいろあるじゃないですか。まあ、指紋認証とか。そうですね。はい。どれが今おすすめですか？まあ、弊社のワイルドポイントシボルスっていう製品がありますんで、まあ、そちらの方ですと、イメージを使った認証とか、マトリスコード認証とか、まあ、例えば Google オーセンティケーターとか、はい、こういったものも使えますんで、はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ山下さん、じゃあちょっと製品紹介の方お願いしてよろしいですか？はい、わかりました。で、今日ちょっとご紹介させていただくのは、まあ、弊社が開発した、ワイルドポイントシボルスという製品になってきます。で、まあ、会社がファルコンシステムコンサルティングという会社で、自社で開発して、パートナーファーマ経由で、販売しているソフトウェア製品になってきます。で、さっきちょっと、まあ、寺田さんともいろいろお話ししたんですが、やはり今回のテレワークの中で、いろんな不安要素とか、まあ、それに対して、どのような形で、解決していればいいかっていうのを、こちらの方のスライドで、表していく。で、ちょっと重複してしまうんですが、まあ、テレワークの不安要素というところで、まあ、社内システムにアクセスするときに、まあ、ID パスワードだけで、本当にセキュリティがいいのか、保っているのか、あるいは、ウェブ会議でですね、まあ、結構今多いと思うんですが、ウェブ会議使ったときに、その使った資料をですね、そのまま例えばボックスとかに載せたいというお客さんなんかもいると思うんですね。まあ、そういったときに、ボックスのやはりセキュリティ的な話もありますので、まあ、その辺を、なんかその ID パスワード情報が漏れない形で、まあ、うまく、まあ、アクセスコントロールできればいいんじゃないかなという話もある。あとは会社のパソコンの環境ですね。まあ、自宅でも使いたいけど、何かいいツールがないかとかですね。まあ、ここは例えば、VPN も同じなんですが、VDI とかですね。まあ、そういったものも、簡易的な形で、まあ、導入する方できますので、例えば VM のワークスペースを導入するとかですね。まあ、そういった形が、できるんじゃないかなと思います。あと結構弊社の方にも、今回テレワークで、エンドユーザーですね、末端の利用者から、問い合わせが多かったんですが、普段使ってる ID パスワードをですね、まあ忘れてしまったとか、あるいは、まあ普段ですね、あんまり使ってない、システムに対して、外部から入るようになったんですけど、まあパスワードを忘れてしまったという問い合わせが、弊社の方にも結構入ってくるようになります。なんで、そういった、パスワードの問い合わせに対する、運用管理ですね。もうその辺も、重要になってくるんじゃないかなと思います。で、当然ながら、まあ、VPN とかネットワーク環境とか、あるいは新しいクラウドサービスですね。まあ、特にクラウドサービスにおいては、まあ、各部門で、自分たちでですね、まあ、契約して、まあ、使うような形が、ただ、やはり、見受けられています。で、その時に、やはり各部門の方って、あんまりこのセキュリティって重要視しないで使われていると思うんですね。まあ、そこを、システム部門としては、やはりセキュリティも不安なので、まあ、なんとか解決しなきゃいけないという形で、まあ、多様不認証とか、あるいはシングルサインオンとかですね。まあ、そういった解決策を、見出すような形は、結構今多くなってきています。あとはやはりスマートフォンですね。まあ、パソコン以外で、スマートフォンから、例えば VPN とか、クラウドに入るときに、まあ、やはり認証をですね、まあ、重要視したいという形が、結構多くなってきております。で、それらに対して、まあ、弊社の方でですね、まあ、提供している、認証のシステムがいくつかあります。で、ワイルドポイントでですね、デフォルトで、使っているのが、この左側にある、イメージングマトリス認証ですね。これは、画像をですね、タップしたり、あるいは、毎回、画像の位置とですね、縦横の数字が毎回変わります。まあ、それによって、ワンタイムパスワードが生成されて、ユーザーさんが、簡単にですね、まあ、利便性と、セキュリティを、まあ、両方ですね、使うような形で、利用できる、認証が、このイメージングマトリス認証になっています。あと従来型にですね、よくネットバンクで使っているのはカードのマトリスコード認証ですね。